皆さん、こんにちは。良い一日を。本日のニュースレターには、以下の主要なニュースが含まれています。大規模な氷の嵐が、奇襲湘南西部の多くの地域の家、車、作物を襲った。目撃者によると、いくつかの氷石は鶏の卵の大きさでした。嵐は約40分続きました。地元住民によると、 嵐は多くの家の屋根のタイルを損傷した。同日、中国四川省アバチベット族チャン族自治州旧彩美族県を震源とするマグニチュード7.2の地震が発生。国営メディアによると、怪我人も多数出ている。異常な吹雪と土砂嵐は中国西北部の僻地を襲撃して、12人が死亡、25人が負傷した。 四川省関ゼチベット族自治州安市条件で山崩れが発生し、23人が死亡、10人が負傷した。現地政府当局によると、約4万立方メートルの土砂が崩れ、作業員が寝ていた宿舎に襲いかかった。山崩れが起きた大都下支流の金床は付近では最近豪雨に見舞われ、地盤が緩んでいたのが原因だという。 長江流域の洪水被害は依然として深刻な状況にあり。竹陽市の二村は特大土石流により埋没。付近の村民によると、山から流れてきた土石流は麓の二村をほぼ覆い尽くしたという。四川省茂県では300ミリの豪雨があり、洪水などで15人の死亡が確認され、12人が行方不明となっている。人以上が怪我をし、 被災者は数十万人に上るという。洪水対策は厳しい情勢にさらされています。降雨と上流からの水が重なった影響を受け三峡ダムの水位が超警戒状況まで高まった。三峡ダムの水位はすでに179.6メートルに達し、警戒水位を約上回った。豪雨は今後さ広い範囲で続く見通し。 四川省などで続いた大雨で重慶市中心部の一部道路などが水没し、中国四川省アバチベット族チャン族自治州旧彩美族県を震源とするマグニチュード7.2の地震が発生。国家減災委員会の推測によると、102人程度が死亡、15万戸の家屋が破損した可能性があるという。国営メディアによると、 怪我人も多数出ている。同日、雲南省保つ山市で豪雨により土石流災害が発生した。12戸が土砂に埋まり、外界との通信も中断、現在も完全には回復していない。同市政府の発表によると、留死者は15人、行方不明者は16人。村民によると、今回の土石流発生時にはほとんどの村民が家の中にいたため、 土砂に渦漏れてしまったという。現在、掘削作業が続けられているが、中国各地で水害が発生しているのを目にし、多くの人が心を痛めているが、各地で水害防止災害救助の取り組みが秩序よく進められている。地元住民らは、三峡ダムが建設されたことで一帯の地震活動に変化が起きたと主張している国心。 三峡ダムの下流で被害が多発していることから、決壊を防ぐため農村が犠牲になっているなどと、治水能力を疑問視する声も上がっている。中国南部で大雨が降り続き、洪水や土砂崩れなどの被害が相次いでいる。連日の豪雨により河川の水位が上昇し、福建省、豪志流や広瀬親族自治区西江支流、江西省、江上流、 湖南省省江上流などで警戒水位を超え、洪水が発生している。中央気象台によると、今後間も大雨が続く恐れがあり、被害の拡大が懸念されている。中国の中央部は、氷大雨、強風、雪などの厳しい気象条件に苦しんでいます。現在、全国250河川において警戒水域を超えた洪水が発生しており、 過去5年間の同時期における最多を記録している。30河川では保証水位を超えた洪水が発生しており、8河川では歴史的に類を見ない大型の洪水が発生。中国当局は国家プロジェクトである長江三峡ダムの建設が社会と環境に深刻な問題をもたらしていると認め、建設が始まってから長江沿岸では洪水や、 大規模な地滑りが度重なり、深刻な森林破壊が指摘され、水質汚染もますます深刻になる一方である。原因として、豪の土質が緩く、らの水の浸食による川床の土壌流出が深刻化し、土砂崩れをもたらしたと指摘した。